どうも、たつみんです。今回は、インフルエンサーは稼げませんという、お前嘘言うなよ、と言いたくなるような、衝撃的な話をします。そして、この動画だけ見れば、フォロワー数なんて追っかけなくても、稼ぐ方法が一撃でわかるようになります。超近道できます。正直タイトルを見て、いやいや、さすがにインフルエンサーは儲かってるって、影響力があるのに稼げてないわけないやん、と思った人もいるんじゃないですか？確かに、ビジネスをやっていく上で、影響力があれば有利ってのは事実ですよ。YouTube とか見てても、登録者100万人とか言ってたら年収1億ぐらいありそうとか思いますよね。でも残念ながら好きなことで生きていくとか言ってる YouTuber ほど下がっていく再生数や落ちていく広告単価に悩まされて苦しい日々を送ってます。これが現実です。僕もよく YouTuber の方から DM で相談されますけど、チャンネル登録者100万人でも10万円ぐらいしか稼げてない人がゴロゴロいるんです。もちろん稼げてる人もいます。 YouTuber のヒカルさんとかいい例ですよね。そう、タイトルのインフルエンサーは稼げないってのは、とある間違ったやり方をしているほとんどのインフルエンサーが稼げないという意味なんです。逆に僕は登録者数4500人とかの弱小 YouTuber ですが、 YouTube からの収入だけでも毎月100万円を下回ることはありません。それどころか1月には月収1900万円も達成することができました。え、なんで100万登録もいる YouTuber は10万とかしか稼げてないのに、4500人とかしかいないタツミンが100万とか稼げてんの？おかしいやろってなりますよね。これには超シンプルな種があります。今日はこの謎を全て解き明かし、未だに稼ぐためにはまずフォロワー増やさなと勘違いしてる人の常識を書き換え、稼げる脳みそを作り上げる革命的な動画です。そしてなんと具体的に少ないフォロワー数でも稼ぐ方法、そして具体的なロードマップまでシェアする超有料級の動画に仕上がってます。逆にあなたが正しいやり方を知って稼げるようになりたい、無駄な努力で大事な時間を浪費するのは嫌や、そう思っているのであれば、今日の動画でそんな悩みは全て吹き飛ぶので、絶対に最後まで見てください。ただせっかくこの動画にたどり着いたあなたに損をしてほしくないので、正しい視聴法を伝えます。飛ばし飛ばし見て欲しい情報をかいつまんで見る、これはやめてください。何も身につかず時間を無駄にするどころか、間違った知識がついちゃって結局結果が出ずに終わる可能性が爆増します。 1.5 倍速とかの早送りで見るのは全然 OK なので、時間を無駄にしたくないなら飛ばさずに見てください。では本題に入りますが、この動画を開いた時、なんでインフルエンサーって稼げへんの、影響力があれば稼げるんちゃうの、こう思った方もいると思います。なのでこの部分から先に解説していきますけど、そもそもインフルエンサーとは言っても猫と犬ぐらい違う2種族が存在するって知ってました？いや、インフルエンサーに種類なんてないやろと思うかもですけど、ほんまに2種類に分かれるんです。で、どんな違いがあるかというと、1、フォロワーを増やすのは上手だけどビジネスが下手すぎるインフルエンサー、2、最初から売り上げのために運用していく戦略的にフォロワーを増やすインフルエンサー、こんな感じです。まさに猫ちゃんとワンコぐらい別の種族って感じですよね。どちらかというと1がキラキラ系インスタグラマーとかエンタメ系 YouTuber で最近稼げなくなってる側、2がいわゆるビジネスインフルエンサーですね。リアルタイムで数年以内に億を目指せる今すんごくホットな稼ぎ方です。言うなればここ数年間は1のような昔から人気あるエンタメ系 YouTuber とかインスタグラマーみたいな認知あるインフルエンサーがずっと武装してたんですけど、最近はめっきり稼げなくなってます。それはなんでだと思いますか？原因は4つあります。1、広告単価が下がってきたから、2、アフィリエイトで稼げなくなってきたから、3、フォロワー数だけを追っているから、4、自社商品を持っていないから、主にこれなんです。1つずつ解説します。まず1の広告単価が下がってきたからいきますね。知ってる方も多いかもしれないんですが、2017年時点では広告単価が高ければ再生数 ×0.3 ぐらいだったので、100万再生で30万も広告報酬が入ってました。つまり毎日投稿して100万再生を連発していれば案件なしとかでも月収900万円とかだったわけです。しかし2023年現在だと軒並み下がっちゃったみたいで、広告単価も再生数 ×0.1 とかそれ以下もあるらしいんです。しかもエンタメ系 YouTuber とか多すぎて視聴者の時間の取り合いになってるし、 TikTok みたいなショート動画の市場も台頭してきてるんで、再生数も伸び悩んでるチャンネルが多いってのが現実なんですね。なので現状登録者数100万人とかおっても10万再生とかしかいかないみたいなチャンネルが増えまくってます。もし広告単価が再生数 ×0.1 だったらどうなります？1万円しか稼げないんです。やばいですよね。10万再生で1万しか稼げないとかきつすぎやろと思いますよね。けどこれが現実なんです。だから広告収益に頼ってばっかじゃあかんよって話なんです。次に2のアフィリエイトでも稼げなくなってきたからですが、 YouTuber の稼ぎ方としてはいい商品紹介して Amazon のアフィリエイトリンクを概要欄に貼って、そのリンク経由で商品を買ってもらう。そしたら商品価格の何%かが自分に入る
っていうアフィリエイト形態の稼ぎ方もあるんですね。ガジェット系 YouTuber さんとか山のようにいますよね。けどかなり子さんの方しか稼げてないんですよね。なんでって思うかもですが、これはそもそも同じような YouTuber が増えすぎてパイの取り合いになっちゃってるからです。同じくインスタアフィリとかもありますよね。企業案件もらってストーリーで商品紹介して、そこから売れた数の何パーセントを報酬でもらえるみたいなやつ。インスタグラマーがこの時計おしゃれすぎてお気に入りみたいなのをストーリーにリンク付きで流してるのをなんか見たことありませんか？昔はこのやり方も流行ったし実際稼げてたんですが、最近は競合が多すぎて案件をもらうことすら難しいと言われてるんですね。そして僕自身起業当時は LINE を使ったアフィリエイトで稼いでたんですけど、正直これって限界があるんですよね。何がきついかって報酬安すぎやろみたいな感じでした。例えば1万円の商品を紹介してそれが僕経由で売れても1000円とかしか入ってこないので、100人とかに紹介できたとしてもたった10万円しか儲かりませんでした。いや10万円ってでかくねって思うかもですが、継続報酬ではなく一発しか入ってこないんで、永遠に新しい商品を仕入れてはレビューしなあかんっていう無限地獄でした。だから全くアフィリエイトとかもおすすめできないんですよね。続いてこれもかなりの人がやっちゃってる失敗なんですが、フォロワー数が正義みたいな考えです。もしかしたらあなたも正直思ってません？数字って大事やん。数字持ってないと誰も話聞いてくれんやん。そう思いますよね。確かにその通りで、あの DJ 社長もフォロワー数さえ多ければ話を聞いてくれるけん、だからプレゼント企画とか使ってでもフォロワーを増やすべき、そうおっしゃってました。ただこれを真に受けたらダメです。影響力があるイコール売れるというのは間違った公式なんです。なんで影響力あんのに売れへんのって思うはずです。だってシンプルに認知してくれる人が多かったら多くの人に発信が届きますもんね。けど例えばエンタメ系で面白いなと思ってる人が急に美容液とか紹介しだしたらどうですか？この人は信頼してるから買おうかなみたいなファンだったとしても全くもって美容に興味がないそうやったりとか、そもそも小学生から高校生みたいに欲しくても買えんみたいなファン層ばっかだったら正直お金は持ってないですよね。なので売り上げには繋がらんと思いませんか？いや別に親にアプローチしたら売れるくないという意見もあると思いますが、親御さんってずっと子供の隣で一緒に YouTube 見てくれてると思います？無理ですよね。で結局これ欲しい買ってって交渉するのも子供なわけで、許可が得れなかったら売り上げには繋がらんのですよね。なので非効率なんです。他にも Twitter とかで未だにマーケティングの間の字も分かってない詐欺師がよくフォロー&リツイートで Amazon ギフトカード1万円分プレゼントとか iTunes カード5000円分プレゼントみたいなしてるのよく見るんですけど、それも全くもって無駄です。人はめちゃくちゃ集められますけど、お金に宝ような層ってどんな人だと思います？お金にしか興味ない人、楽してお金欲しい人、もらうことしか考えへん低下、その通りです。もう質が悪すぎて商品を買えるお金もなければプレゼントだけもらってブロックみたいな最悪の層が集まってきます。よく詐欺られましたと被害者ぶる人もいますけど、正直こんなのにホイホイ釣られる方も悪いと思いません？なのでこんな悪い属性の人たちを1万人とか集めても何の売り上げにもつながりません。商品に興味を持ってない人を1万人集めるくらいなら、本当に悩みを解決したい自分の発信に興味がある人たちを100人集めた方が圧倒的に売り上げにつながります。え？ほんまにそんなことあんの？と思うかもですが、これが現実で、実際100フォロワーで月200万とか稼いでる受講生もいます。実際に名前を出して紹介するなら、僕の受講生のやっさんは600フォロワーとかで月収100万円を達成してらっしゃいます。嘘だと思うかもですが、これが現実なんです。フォロワー数はただの数字です。なんでこんなに少ないフォロワーなのに100万以上も稼げてると思いますか？そうです、質のいいフォロワーだけを集めたからなんですね。でも質のいいフォロワーってなんなん？どんなことをすれば質のいいフォロワーが集められるって思いますよね。なのでこの動画でこの疑問もまるっと解決していきます。知りたければこの先も閉じずに最後まで見てくださいね。さて4つ目がインフルエンサーが稼げなくなってきた一番の理由なんですけど、自社商品を持っていないが原因なんですよね。さっき僕は1フォロワーを増やすのは上手でもビジネスを下手すぎるインフルエンサー、2最初から売り上げのために運用していく戦略的にフォロワーを増やすインフルエンサー、2種類の種族がいるって言いましたよね。ビジネスが下手なインフルエンサーのほとんどが自社商品を持っていないまま発信してるんですね。自分の商品を持たず他人の商品を紹介したりとか、そもそも YouTube の再生数でもらえる広告報酬とかインスタで企業案件に頼っている稼ぎ方をしちゃってます。こういうのをずっとやってると急に稼げなくなるなんてことが起こったりします。実は何かに依存する稼ぎ方って正直長続きしないんですね。え、なんで？って思うかもですけど、例えばはい明日から YouTube の広告システム消し去りますって Google に言われたらどうなると思いますか？なかなか起こらないと思いますけど、もしそうなった時自分の商品を持たず広告収益に頼り切ってたら100万稼いでようが1000万稼いでようが容赦なく一瞬で収入がゼロになるんですね。怖すぎません？でも逆に広告収益に頼らず YouTube を集客に使って自社商品を売ってたとしたら
どうなると思いますか？万が一 YouTube から広告というものが消え去ったとしても変わらずに稼ぎ続けられますし、 YouTube という媒体が消えたり利用者が減ってかそらない限りは稼ぎ続けられるわけです。そんなこと言っても商品の作り方わからんのよという方がほとんどだと思うので、もしまだ見てない方はこの動画を見終わった後にこちらの商品作成完全成功ロードマップを見てください。この動画1本で完全にマスターできますし、自分の商品を作れるようになります。たださっきも言いましたけど、この動画を見終わった後ですよ、後ですからね。さてここまで見たあなたはなぜフォロワー数だけを追いかけたインフルエンサーが稼げないのか完全に理解できたはずです。でもちゃんとやれば稼げるの分かったけど、具体的に何すればいいんってなってますよね。ここからはお待ちかね、少ないフォロワーで稼ぐ方法を具体的に解説します。ちなみに僕はこのように Twitter のフォロワーが15万人以上いますが、これだけ見るといやフォロワーが多いから稼げとるんやないかいって思いますよね。これに関しては6年間2200日も休まずコツコツ発信したからここまで来れたってだけで、月収100万を達成した時は誰でも頑張れば到達できるようなフォロワー数3000人とかでした。しかも昔は今みたいに SNS 運用に関するノウハウの情報もほとんどなかったので、あろうことか3万フォロワーくらいまでは相互フォローで増やしちゃってました。完全にしくじり先生です。恥ずかしい、ひっさりたい過去ですね。で YouTube に関してもやっては休んでを繰り返してもう5年くらいやってます。なので未だに登録者4500人とかなんですよ。やりたくない時はサボっちゃうんですよね。ただこんな凡人の僕でも今では月収1900万円とか達成できてるんで、マジで初心者だからとかこういう性格だからとか関係ないんですよね。本気で取り組めば稼げる世界なので、ぜひついてきてください。じゃあそろそろどうすれば少ないフォロワー数で稼ぐことができるんって思ってると思います。なのでその手段を説明してから具体的なロードマップを話していきますね。まず大前提として少ないフォロワーで稼ぐために何をしていくのか、手段のお話からします。そもそも初心者がなるべく失敗せずにビジネスを成功させるには、もちろん失敗しにくいビジネスモデルを選ばないとダメなんです。これはわかりますか？でも失敗しにくいビジネスモデルってなんなんってなりますよね。これはあのホリエモンこと堀江貴文さんが提唱している儲かるビジネスの4原則さえ守ってれば OK なんですよ。儲かるビジネスの4原則はこちらで、少ない資本で始めることができる、在庫を抱えない、利益率が高い、定期的な収入が見込める、この4つを満たしてればいいんですよね。じゃあこれを満たすビジネスが何か教えてよってなりますよね。ちょっと一緒に考えてみてくださいね。じゃあまず投資と思った方、惜しい。まず1の少ない資本で始めることができるとか、2の在庫を抱えない、4の定期的な収入が見込める、ここは満たせても、3の利益率が高い、これは満たせないんです。例えばもし10万円とかを資本として投資しても増えて数千円、数万円程度です。というか投資ってそもそもビジネスではなくて、稼いだ後にお金を増やすステージなので、実はここに持ってくるべき話でもなかったりします。なんでこの話持ってきてんって突っ込まないでください。じゃあ次、物販って思った方、正直初心者が再現性高く稼ぐことはできます。ここは素晴らしいです。でも反面この儲かるビジネスの4原則は全く満たせないんですよ。じゃあ結局何が答えやねんってなりますよね。儲かるビジネスの4原則を満たす最強のビジネスがコンテンツ販売です。ベネッセとか真剣ゼミ、塾、他にもパーソナルトレーニングとかコンサルがコンテンツ販売に当たります。簡単に言えば無形商品のことなんですよね。オンラインで完結させるなら動画教材とかオンラインセミナーとかのサービスがメインで、人の悩みをアドバイスやレクチャーによって解決していく商品形態がコンテンツ販売です。恋愛とかダイエット、稼ぎ方や投資のアドバイスとか幅広いジャンルがありますね。なんでこれが儲かるビジネスの4原則満たしてるんってなるかも。なので軽く解説すると、1の少ない資本で始めることができるは、そもそも無形商品で知識を動画とか直接レクチャーとかするので、それこそパソコン1台あれば商品って作れるんですよ。普通飲食店とか始めるなら500万から1000万以上は必要なので、これ安すぎますよね。2、在庫を抱えないは、そもそも動画教材とかを1回作ったらあとはデータで配布したりとかセミナーにしても別に在庫とかの概念がないですよね。なのでいくら提供しても在庫は抱えないんですね。3の利益率が高いは余裕で満たしてます。おそらくコンテンツ販売という業種はビジネス界で圧倒的ナンバーワンの利益率です。こちらを見てほしいんですけど、マジで利益率 90% 以上が当たり前です。原価はかからないし、人件費も外注費くらい、利益から引かれるのも決済手数料くらいです。なので1000万売上が出たら900万が手残りなんです。もちろんこれは税金を払う前の話ですが、利益率 90% 以上が当たり前の世界なんですね。え、これってすごいのって思うかもしれませんけど、ほんまにチートです。これなんでかっていうと、例えば飲食店って極端な話、平均の利益率が 5% とかなんですよ。レストランとかは特に、いや言い過ぎやってって思うかもですけど、家賃、食材費、水道ガス、光熱費、人件費とめちゃくちゃかかる経費が多いんです。なので飲食店の平均利益率は 5% くらい、 8% あれば優秀とも言われてます。利益率 5% ってどういうことってなるかもなので、分かりや
すく言うと1000万売り上げたら50万しか残らないってことです。悪い意味でヤバすぎません？これに比べたらコンテンツ販売の 90% がいかにチートかって話ですよね。手残り50万の飲食店対してコンテンツ販売は手残り900万ですからね。いい意味でヤバすぎます。最後4の定期的な収入が見込めるはオンラインだと月額制スクールとかオンラインサロンなどのいわゆるサブスクのサービスを作れば満たせます。これに関しては初心者が手を出すのは難しすぎるのでとりあえず今は無視してください。実はサブスクをやらずともある程度安定して売り上げを上げる方法があります。それが自動化なんですけど、これに関してはここで語ると1時間じゃ足りません。あまりにも長すぎる動画になっちゃうので、知りたいって思ってる方はこの動画を見終わった後でこちらの寝てても稼げる仕組み完全公開という動画も見といてください。自動化の仕組みが理解できます。ということでここまで聞いたらわかると思うんですけど、コンテンツ販売がホリエモンの提唱した儲かるビジネスの4原則である少ない資本で始めることができる、在庫を抱えない、利益率が高い、定期的な収入が見込める、これらを満たした完全無欠のビジネスモデルだぞってことなんですよ。だから初心者こそやるべきなんですよね。まあすごいのは分かったから具体的なやり方を教えてよってなると思うので、コンテンツ販売でしかも少ないフォロワーでも稼ぐ方法のロードマップを教えていきますね。今から言うやり方って海外では取り入れられてても日本ではまだ 1% もやってる人がいない最新版のやり方なんですよね。そして僕が実践して今年1月に働かずして1931万円売り上げた手法なので、あなたがもししっかり実践したとしたら余裕です。敵なしで成果出せちゃいます。ではそんなコンテンツ販売で稼ぐロードマップをお伝えすると、1発信ジャンルコンセプト設計、2アカウント作成設計、3情報発信、4商品設計商品作成、5販売動線の設計、6事前告知プリプリローンチ、7プレゼント企画で集客プリローンチ、8商品リリースセールスローンチという感じです。かなり道のり険しくねって思ったかもしれません。確かに険しいです。でもほとんどの人がやろうとしない、そしてやらないからこそ余裕で稼げるんですよね。もうみんなサボってくれてありがとうと思います。嘘はつかないです。正直やらないといけないことは多いんですけど、一つ一つ必死でこなしていけば必ず自分の商品も作れますし、作った商品を必要としてくれる人が現れます。ほんまかいって思うかもですが、マジです。きついからこそかなりの確率で3年以内に年収1億円超えが見えてくるやり方なんですね。これ一時期流行った楽天セドリみたいにみんながこぞってやってる副業の末路って知ってます？あれって今じゃ利益が出るどころか赤字を抱えるような被害者すら生んじゃってるんですよね。誰でもそこそこ簡単にできる、かつみんなが全く同じやり方を実践するような副業って割とすぐに稼げなくなることがほとんどなんですよ。じゃあ稼げなくなったら他のやつやればええやんと思うかもですが、毎回毎回新しいやり方学んで一からやるのしんどくないですか？長く続くやつやりたくないですか？ちなみにさっきお伝えしたやり方に関してはまだ日本でやってる人は数十人しかいないんです。実際6年間ネットビジネスに携わってきて今までのやり方がいかに古いか、そして今回ついに一つの正解で最強の稼ぎ方が確立されたなって印象があります。でもなんでほとんどの人がやってないって思うかもですが、これは正直言って参入障壁が高いからです。楽して稼げるとは真逆やからってことです。何か勘違いしてる人が多いんですけど、楽してお金稼げるとかもうマジでありえないですからね。真面目にコツコツやった人だけが本当の意味で豊かになります。ちょっと熱くなってもたんですけど、ガチで楽して大きい成果を得ようとしても無理なんですよね。覚悟持ってやらんと人生ってそう簡単に変わらんのですよ。本気で将来が不安ですという方は悩んでる暇があったら手を動かしてみてください。大丈夫です。僕の YouTube からガチで学んです。素直にやれば結果出るので諦めずにやっていきましょう。さてロードマップをシェアしましたが、これに関してはこの後細かく解説するとして、ちょっと寄り道してコンテンツ販売で結果を出すために意識するべきことも解説します。大前提、コンテンツ販売で売り上げを出すためにはそもそも情報発信でファンを作っていって集客しないとダメなんですね。でも情報発信ってどこでやればいいんって思うかもですが、ここは YouTube、Twitter、この2つに集中すれば OK です。ちなみになぜこの2つなのか分かります？答えは YouTube は最強のファン化メディアで Twitter は集客しやすいからです。なんで YouTube が最強で Twitter は集客しやすいの？この答えはシンプルで、まず YouTube に関してなんですけど、今は僕がこうやって目の前で動いてますよね。心理学でメラビアンの法則ってのがあるんですけど、この法則は人とのコミュニケーションにおいて言語情報が 7%、 聴覚情報が 38%、 視覚情報が 55% という割合で影響を与えるというものなんですね。 Twitter だったらある意味言語情報の 7% という範囲でしか伝えることができないんです。じゃあ YouTube の何が最強って、直接話してるのと同じレベルなんです。言語、聴覚、視覚の全て 100% の情報を全て伝えられるだけじゃなくて、合ってるのと同じような感覚にさせられる
られるんですよね。好きな YouTuber とか毎日見てたら勝手に距離が近づいた感じしたりファンになったりしません？それが動画のパワーなんです。じゃあ YouTube だけやってりゃよくね？ Twitter は 7% しか情報が伝わらんのになんでやらなあかんの？と思いますよね。実は Twitter って他の SNS にはない強すぎる特徴を持ってるんですよね。なんだと思いますか？3秒だけ考えてみてください。3、2、1。さて答えは拡散力が強いです。正解者に拍手。 Twitter でリツイートっていう機能がありますよね。自分以外の人に手伝ってもらって自分の認知を広めてもらうことが可能な SNS なんです。なので例えばフォロー&リツイートで無料プレゼントみたいな感じで自分の発信ジャンルに関する無料コンテンツをプレゼントする企画を開催すれば自分のことを知らなかった人にも届けられますよね。例えば僕が今年の正月にやった Twitter の無料企画だとこのようにいいねが3058、リツイートが2431、その結果93万人にツイートが届いてますし、結果的に獲得できたリスト数も2週間で2024リスト。普通1リスト1万円の価値と言われてるので1円もかけずに無料で2000万円分の広告効果を得たことになるわけですね。なので YouTube だけでなく Twitter でファンを作っていくってのも大事だということなんです。 YouTube にしても Twitter にしても発信の本質は同じです。意識することはたった3つです。1、自分のジャンルに関係ないことは発信しない。2、無料で感動レベルの価値を提供する。3、集客目的で使う。これだけなんですよね。情報発信って聞くととにかくフォロワー増やさないみたいな印象を持ちますよね。でも実はそんなこと思わなくてよくて、自分の発信に興味を持ってくれる人に対してズドンと差しに行くことが大事ってことなんです。つまり徹底的に価値提供してちゃんと売れってことです。ここまで聞けば YouTube と Twitter がセンターピンだというのはなんとなくわかりますよね。ここから具体的な話に入るわけですが、少ないフォロワーで稼ぐためのロードマップを復習すると、1、発信ジャンルコンセプト設計、2、アカウント作成設計、3、情報発信、4、商品設計商品作成、5、販売動線の設計、6、事前告知プリプリローンチ、7、プレゼント企画で集客プリローンチ、8、商品リリース、セールス、ローンチという感じでしたよね。じゃあこの1から3を情報発信、4と5を販売準備、6から8をローンチと分けて解説しましょう。もうすでにむずそうやねんなと思うかもですが、大体の流れを知るだけでも全然違うのでしっかり聞いてほしいです。まず1の発信ジャンルやコンセプト設計ですが、この時点で何やるかわからんのよという方も多いと思います。簡単に言えば一つのジャンルに絞って誰のどんな悩みをどうやって解決しようというのを決めようねってことです。これを先にやってればダイエットに関する情報発信のアカウントでなぜか恋愛のコツみたいな全く関係ない発信をしてしまうミスもなくなるんですよね。実際フォロワーが多いのになぜか途中で全く関係ない発信をしてファンが離れてアカウントが死ぬみたいな人よくいるんですよ。なので初志貫徹をしっかり守って1アカウント1ジャンルで発信するだけでライバルは半分以上減ります。2のアカウント作成設計ですが、 YouTube や Twitter のアカウントくらいは作れますよね。わかりませんという方はさすがに調べながらでもいいので作ってください。ここで大事なのは設計になってくるわけですが、設計というのはアカウントの見た目を整えようねってことです。このアカウントの見た目ってお店の看板みたいなもんなんですよね。例えば看板が手書きでおすすめのメニューも何のお店かもそもそもわからんみたいなお店入ろうと思います？思わないですよね。なので最低限 Twitter だったら僕みたいにヘッダーやプロフィール文を整えて何の人なのかがわかるようにしておいてください。でもこんなクオリティ高いデザイン作れないよって思う方がほとんどですよね。僕のヘッダーとかももちろんデザイナーさんに外注しています。そんな人脈ないよ、外注できないよってなるかもですが、これに関してはココナラとかでハイクオリティなデザインを5000円から1万円で作ってもらえるので絶対にお願いしましょう。さて看板が作れたら次は3の情報発信ですね。ここで諦めちゃう人が多いんですけど、僕がさっき結果を出すために意識すべきことを3つシェアしましたよね。自分のジャンルに関係ないことは発信しない、無料で感動レベルの価値を提供する、集客目的で使う、この3つだったと思いますが、正直マジでこれだけを守ることとプラスして認知してもらうことだけ考えていれば成果は出ます。そんなこと言ったって最初は誰も見てくれないんでしょ？そう思いますよね。確かに最初は大海原におい聞いてくれって叫んでるようなもんで誰も見向きもしてくれないんですよね。じゃあどうしたらええねんってなりますよね。そこで必要なのが自分からアプローチするという行動ですね。つまり認知を増やさなあかんってことです。どうやって認知を増やすか気になりますよね。正直 YouTube に関してはコツコツと有益な動画を上げ続けておすすめ欄とかに載るまで耐えるしかないんですが、 Twitter に関してはある意味コミュニケーションツールなので自分から認知を増やしに行くこともできるんですよね。それが何をするかというと、自分と同じジャンルで発信してる人のフォロワーにコメントやいいねをしに行くです。こんなことを言うとよくはいはい出た、でもそれって
非効率やんとか、そもそも同ジャンルで自分より有名な人のフォロワーにアプローチしても無駄じゃねという方がいますけど、実はそんなことないんですよね。悩みは解決したいけど、その人の商品が高すぎて買えなかったとか、興味あるけどフォローしてるだけみたいな感じで、その人のお客さんにはならなかった人もたくさんいるわけです。ある意味そういった人のおこぼれをもらうみたいな考え方でいいんですよ。これを知った後だと、同ジャンルで自分より有名な人のフォロワーにアプローチするのも意味あるかもと思えるようになりません？実際これ今からでも全然通用する方法で、僕自身も6年前にツイッターを始めた時にやってたことなんです。毎日ひたすら数百人にコメント回りして認知を増やしてました。半年とかそれぐらいはあんまりフォロワーとかも増えないんですけど、あるタイミングで一気に伸びる時が来るんですね。だからこの行動は無駄じゃないし、続ける意味があるんです。結構みんな苦労してたんやなと思うかもですが、このように情報発信って傍から見たら華やかかもしれませんけど、結局みんな泥臭くやってるだけなんですよね。なので通過儀礼だと思ってやりましょう。じゃあここまでが情報発信の解説でしたが、次は4の商品設計商品作成の部分と、5の販売動線の設計の部分である販売準備を話していきますね。正直ここに関してはこちらの商品作成完全成功ロードマップで細かく解説してるので、この動画の後に見てほしいんですが、大枠だけでもここで解説しますね。4の商品設計商品作成、やることを全て話すと、商品作成は1マインドマップにノウハウを具体的に文章化してまとめる、2キャンバなどデザインツールでスライド作成、3パソコンの画面録画でノウハウ動画の撮影、4カット編集や BGM 入れ字幕挿入など、5販売ページの作成、6決済会社の審査やコンテンツのサムネイル外注プロモーションの戦略などという6ステップで完了します。やること多いと思うかもですが、1つずつこなすと意外とできちゃいますよ。使うツールとしてはスライド作成にはキャンバ、画面録画はクイックタイムプレイヤーを、動画のカットなど編集は Adobe のプレミアプロという感じですね。これで商品自体は完成します。大枠は理解できましたよね。でもどこで販売すればいいのと思いますよね。商品ができたらお客様に決済してもらわないといけないので、決済代行会社を使用します。例えばストライプとかインフォカートとかエキスパですね。こういったところの審査を通して商品が販売できるようになるわけです。めんどくさそうと思うかもですが、わからないところは問い合わせれば超丁寧に教えてくれるんで、一つずつやっていけば OK です。ただここまでできてもどんなことをすれば売れるのって思いません？なので5の販売動線の設計も教えますね。商品があっても売れる流れが構築できてなければ売り上げって立たないですよね。なのでここでやっとマーケティングが出てきます。売らなくても売れる仕組みを作ろうね、動線を作ろうねってことです。これについては明確に売れる流れが決まってます。ちょっと初心者には難しすぎるんで、流れだけでもいいので知っといてください。意味とかはまだ理解しなくて大丈夫です。それでも知りたいんやって方は、動画の最後にそこまで細かく解説しているプレゼントの受け取り方法も教えるので、最後まで見てくださいね。さて軽く売れるまでの流れを説明していくと、1情報発信でファン化、2プレゼント企画で LINE へ集客、3スクリーニングのために即メルマガへ、4メルマガでプレゼントを渡す、5長尺動画1本で教育、6セールスという流れで売り上げが上がります。この流れを知ってる人すら日本人には 1% もいないので、この時点であなたはチャンスまみれですからね。行動してくださいよ。ではここまでで販売準備に関しては知識が身についたはずです。そしたらいよいよ6の事前告知プリプリローンチ、7のプレゼント企画で集客プリローンチ、8の商品リリースセールスローンチ、これらのローンチについて一気に解説していきます。ついてこれてますか？辰巳さん正直意味わからんす、頭パンパンすって思ってる方も多いはず。でも1回で全部理解しなくて大丈夫です。これらは行動していくうちに自然と身につくので、なので実践してはこの動画を見返してみてください。そしたらなるほどってなる日が来ます。じゃあここまで見てくださってる勤勉なあなたに暴露します。これ正直秘密にしててほしいレベルなんですけど、コンテンツ販売の鉄板成功ルートがあるので、まずはそれから教えます。さっき商品の作り方の大枠を教えましたよね。まず商品を作ってますよ、こんなボリュームですよ、こんな特典をつける予定ですよというのを SNS で告知するんです。これをプリプリローンチと言います。商品はこれをやらないと売れないと思ってください。ワクワクが大事なんですね。で、商品ができたってなったら、5で解説した販売動線を設計します。そしたら、ワクワクさせているフォロワーに対してプレゼント企画をやるんですね。これをプリローンチと言います。すると、フォロワーはプレゼントが欲しいから LINE に登録してくれると。で、登録してくれたら、メルマガに誘導します。これは変なお客さんが商品を買わないようにするスクリーニングが目的なんですね。
手数をかけさせることで真面目に学ぼうとするように仕向ける狙いもあります。そしたらメルマガに登録してくれた人にプレゼントを渡すわけですよね。ここで1時間とかの長尺動画で教育します。でこの動画の中でセールスするってわけです。このセールスの部分がローンチに当たるわけですね。すると自分が売らなくても勝手に商品が売れる。これが自動化、これがマーケティング、これがコンテンツ販売の鉄板成功ルートです。こうやって僕自身毎日1時間も働かず別の事業の準備や次の商品の作成、他にもジムやサウナに行ったり、彼女とフィンランドやカンボジアに旅行に行ったり、家で8匹のワンコと戯れたりゲームしたりみたいな生活ができるようになったというわけです。ここまで教えたやり方をちゃんと実践したらあなたも毎日が夏休みになる人生が手に入るので、マジで一念発起して取り組んでみてください。ここまで教えたことを一度まとめますが、まずインフルエンサーが稼げない理由が、1、広告単価が下がってきたから、2、アフィリエイトで稼げなくなってきたから、3、フォロワー数だけを追ってるから、4、自社商品を持っていないから、この4つでしたよね。そして少ないフォロワー数で稼ぐ方法がコンテンツ販売という手法だと説明しました。でそんなコンテンツ販売の世界で結果を出すために意識すべき3つのことがありましたよね。 Twitter と YouTube をセンターピンにして、1、自分のジャンルに関係ないことを発信しない、2、無料で感動レベルの価値を提供する、3、集客目的で使う、この3つを意識しながら発信するということでした。そしてコンテンツ販売で稼ぐロードマップが、1、発信ジャンルコンセプト設計、2、アカウント作成設計、3、情報発信、4、商品設計商品作成、5、販売動線の設計、6、事前告知プリプリローンチ、7、プレゼント企画で集客プリローンチ、8、商品リリースセールスローンチという流れでした。今日もかなり盛りだくさんでしたよね。ただ結局は大枠だけ学んでも実際にアクションするのは難しいと思うって感じですよね。もっと本質まで学ばないと腹打ちするのも難しいと思います。僕はこのチャンネルでコンテンツ販売を仕組み化して1日1時間労働で売れ続ける仕組みを作る方法、つまり最新版コンテンツ販売×自動化を教えてるわけですが、ここまで見てくださったあなたはもっとコンテンツ販売を深く知りたいとか、具体的なアクションプランまで学びたいとか、毎日が夏休みって理想的な生活憧れる、そう思ってくれてるかもしれません。そんなあなたにコンテンツ販売を自動化して1日1時間労働まで減らし自由な生活を手に入れる方法を全て解説している特大ボリュームのコンテンツを今回ドドーンと無料プレゼントします。期間限定で配布しているのは1時間45分の動画と55,500文字147ページの電子書籍、他にも盛りだくさんで合計6時間7個の限定コンテンツです。この動画で教えた少ないフォロワー数でも稼ぐ方法と合わせて学べば、それだけで結果が出てしまうレベルの超有料級コンテンツです。制作期間は半年、100万円以上の外注費をかけて死ぬ気で制作した合計7つの特典。このプレゼントの受け取り方法なんですが、動画下の概要欄に貼ってあるリンクにアクセスしてアプリで開くを押すだけです。簡単なのでやってみてください。5秒あればできます。さて無料コンテンツの中身なんですが、僕自身が動画撮影当時1日1時間労働従業員ゼロのたった1人で5年で売上 4.1 億利益 3.6 億を達成、そして2023年1月に月収1900万円を達成した方法を解説する1時間45分の動画、最先端のマーケティング最新版コンテンツ販売×自動化プレミアム動画1本、55,500文字147ページでお送りするコンテンツ販売の本質徹底解説電子書籍、この2つを無料プレゼントします。このプレミアム動画では売れてるマーケターだけが実践しており、僕自身も5年で売上4億を達成した2023年最新版コンテンツ販売×自動化の本質、 4.1 億売上 3.6 億利益の利益率 90% を達成した儲かるビジネスの4原則とは、10万円だった売上が1000万円に伸びる商品価格の最適解、買わせてくださいと言われるファン化のコツ、フォロワー100人でも500人以上集客、最も効果的な無料プレゼント企画とは、3日間で4000個売れた究極の販売戦略の裏側、初心者でも 100% 自分の商品を作れる方法、日本人の 1% も知らない最新のセールスファネル、100単価1000万円も当たり前、人が惜しまずにお金を出すビッグ4ジャンル、5万円の商品が100万円で売れる価格相場の破壊、1日たった1時間の作業で毎日10万円から40万円勝手に売れる最新版コンテンツ販売×自動化、極限まで効率化した経験知識ゼロの初心者から年収1億を当たり前のように稼げるようになる再現性 100% の完全成功ロードマップ、これらを1時間以上の動画1本で完全解説しています。こちらの電子書籍では最新のコンテンツ販売の本質、結果を出すための超具体的な流れを55,500文字147ページで本一冊に凝縮しました。またそれだけでなく動画時間1時間20分、明日から月収100万円を狙
られるようになる即効性抜群本質ウェブセミナー、動画時間53分、永続的に稼ぎ続ける人材になれる超基礎講座、動画時間37分、時給が無限になる世界へあなたを連れていく自動化の基礎、動画時間45分、僕が宝島社から出版しているストレスポイ赤業術という書籍の購入者限定配布コンテンツ、自動で売れるヤバい仕組み作りマニュアル、全7話45分、自動で売れる仕組みが学べる音声コンテンツ、ビジネス自動化オーディオブック、6個の音声&動画プラス電子書籍1冊、合計時間6時間、文字数でいうと30万文字以上の爆発的な内容のコンテンツを全てまとめて無料配布、欲しい方は概要欄のリンクから無料で配布しているので受け取ってほしいのですが、ただしこれらの特典全ては期間限定配布で、予告なしに突然受け取りリンクを削除しますので、全て受け取れずに後悔するのが嫌だったら今すぐに受け取っておいてください。もう本当に毎回めちゃくちゃ気合を入れて動画を作ってます。ここまでしっかり見てくださってる方って本当に少ないんです。日本人で学ぶ姿勢がある人ってもう大体本当に 10% もいません。そしてこのプレゼント案内も正直ここまで見てないと絶対に知ることもありえません。こんなチャンスを手にしてるのもあなたがここまでしっかり勉強しようとしたからです。本当に素晴らしいです。僕も初心者の頃、知識ゼロから死に物狂いで学んで行動して失敗してきました。だからこそここまで皆さんに教えることができていますし、実際今の喜びってもうお金が稼げたとかより受講生とかこうやって動画を見てくださってる方に、タツミンさんめちゃくちゃ勉強になりましたと喜んでもらえることなんですよね。だからいつも頑張れてます。いつも本当にありがとうございます。毎回心がけてるんですけど、これからも濃い動画ばっかりをアップしていくんで、ぜひ勉強するだけじゃなくてコメントとかでアウトプットとか実際に実践したりとか感想とかも書いてくださると嬉しいです。そんな次回以降の濃い動画をこれからも絶対に見逃してほしくないので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックもしておいてもらえればと思います。ということで今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。プレゼントの受け取りもお忘れなく、もう一度言いますが、この動画にいいね、そしてコメント欄に感想や内容のアウトプットなどをガンガンしていただければと思います。動画を見るだけでなく文章でアウトプットすると記憶に定着しやすいので絶対にやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。タツミンでした。